おはようございます。なんかね、こう頭がもっこりしてますが、まあ別にどうでもいいですね。今日は2019年、ついに10月の1日。おい、夏休みいつまであんだよと思う方はね、多いと思うんですけども、横浜国立大学は夏休みが異常に長くてですね、まあ歓迎なことなんですが、10月の7日までは夏休みだそうなんで、まだまだ旅は継続できます。本日からね、消費税は増税 10%、言えなかった 10% ということになりまして、私早速ね、軽減税率あれやってみたいんですけど、今朝の6時です。ともかく本日の行程をご紹介します。この北上よりわずかに北上、東北本線で花巻、それから釜石線で釜石、途中ちょうどね、この顔書いてあるんで立ち止まって工程説明始めたんですが、カッパがいるとかいないとかいう岩手県東野に立ち寄り、それより先、この間復旧しました三陸鉄道線にて、また北上、宮古などを経由し、9時からは、八戸線に乗り、本日の目的地は八戸となっております。なお本日をもって、本州は全て終わりです。今日の夜八戸よりフェリーで出港いたしまして、明日の朝苫小牧と至る予定です。明日からは北海道。いやでも東北地方の朝って感じですね。ひんやりひんやり。いやもう1日ぐらいね、本当は日程をちょっと設けたかったんですが、残念だけどちょっとね、工程の関係で、夏休みも残りわずかなので、ささっと抜けてしまうと思いますが、今日は岩手県をしっかりと見て回りますからね。この花巻駅より分岐する釜石線はローカル線ではありますが、まあしかしそれなりに主要な方の、まあ、ローカル線に入るんじゃないかと思います。もともと戦時中ぐらいだったと思いますが、製鉄所釜石への需要が大きいため、御殿場線がどこかから線路をひっぺがして持ってきて、それで列車を確か本数増やしたんじゃなかったかな。まあだからね、ローカル線にしては列車も随分よく走ります。ガタガタ音立ててまっすぐ。次の新花巻駅からは東北新幹線が接続します。私もね、小学生中学生ぐらいの時に、うちの家族によく新幹線に乗っけてもらってね、新花巻駅からこの釜石線に乗って、だいたい行き先の定番といえば岩手県東野市でした。それはね、うちの家族が単純に多分好きだったからっていうのもあるんでしょうけど、でもまあ私も何度も何度も訪れまして、通い慣れた観光地。もう高校ぐらいからはね、何年に1回かぐらいしか行ってないんですが、本日は久々に訪れようと思っています。これ昨日行ったネットカフェの領収書なんですけど、入店がね、0時回っちゃったんで、それで税率がこの値段になってますが、変わってちょっと値上げされてるわけですけど、これもしかしたらあと14分早く入店していたら前の税率で計算できたのかな。いやーちょっとね、残念なんですけど、東野駅も業務委託駅になってましたね。委託駅ってのはね、JR 直営じゃなくて、JR の子会社の、JR 東日本ステーションサービス、東北は違う名前だったかもしれませんが、というところ子会社化してですね、そこの駅員さんに業務を頼むというものなんですけども、なんでそんなことするのかというと、はっきり言えば子会社の方が人件費が安く済むんで、それで安上がりにしようということでやってるんですが、東野はね、前はここは直営の駅だったんですが、それでね、昔東野駅の前の直営時代の助役さんとですね、喧嘩をして、喧嘩っていうか、私がね、絶対正しいこと言ってるのに、それはダメですみたいなこと言われてですね、乗車券の変更を受け付けてもらえなかったという話が、苦い思い出があるんですけれども、その助役さんもどっか移動したか退職したかなんかしたんだろうな。ちょっとね、なんか寂しいですけれども、いや東野も委託駅が、まあいいですね。このですね、後ろのこの駅、なかなか立派な100年ぐらい前に作られたやつ、大正時代のやつだったと思いますけどね。これはまたね、昔2階がホテルだったんですが、現在はそういうこともなく、何使ってるのかな、ちょっとよくわからないという感じになってますが、この東野は民話のふるさとという名前でずっと前から売っておりまして、東日本大震災の前後ぐらい、NHK の連続ドラマのどんどん晴れとかいうのね、やってからですね、随分と観光地化が進んできまして、最近では SL 列車も週末にやってくる一大観光地になりましたが、名物の一つはカッパです。これね、こう赤い中こうサビサビじゃないかと、思うかもしれませんが、岩手県東野市はカッパの本場とされていますけれど、ここのカッパはね、茶色いというか、こんな赤い褐色のカッパだとされています。駅前にこんなカッパ像が置かれていますが、それだけじゃないですよ。
これね、遠野のマスコットキャラクター、あのカリンちゃんというやつです。昔遠野市が合併する前は後ろの花が違うやつだったと思いますけども、でもね20年ぐらいずっとこのデザインずっと使って、もっと前からあるかもしれないな。他にもね、この駅前の郵便ポストの上のカッパの木彫り、これ多分ね1個すごい金額すると思うんですけど、あのこれも結構こういうのが至る所に置いてあります。この膝を抱えて座ってるのはメスだそうです。昔よりねバスが安くなったな。まあそう悪い話じゃないですけどね。朝の高校生に混じって着きましたが、私が最後の降車客、あれより先バスはお客さんなくしました。ここが伝承園です。まだ営業時間ではないんですけど、今日はねこんな初めて見た佐々木貴前祭というのをやって、佐々木貴前っていうのはあの柳田国夫的な感じでして、まあ遠野とかにはですね、特にたくさんの昔話がもう何百もあるんですが、それをどういうのがあるのかまとめた人です。ちょうど日も昇ってきてようやく霧が切れて、またそうやって晴れてみるとこの稲穂が垂れているのが美しいなとようやく気づかされるわけですが、あのこの遠野にはね典型的な田舎の風景というのがあります。ただねはっきり言ってそんなものはねどこにでもあるんですよ。まあ典型的な田舎なんて日本中にありますから、それがねうまく観光地になって、これがあの遠野市がうまくやったっていうのと、遠野がまあラッキーだったってところかなと思いますけども。で来ました、多分ねここがね遠野の一番の観光名所、かっぱ淵というところです。いや本当に久々に来た、もう10年ぶりぐらいですよ。この石などね私が小学生の時に乗ってあのよく遊びましたけれども、ああ懐かしい。まあでもねあの初めてご覧になる方がまあ大変だと思うんですが、こんなただのこう川じゃないかと、こんな小川が流れてるだけで、まあこれねあの本当にあの大勢の観光客が最近では来るようになったそうなんで、あの他の人がいっぱいいるようなところでねこんなこと言ったら雰囲気ぶち壊しなわけですよ。まあみんなそれは分かった上でここに来てるわけですけども、まあこれがねなんであの観光名所になってるのかっていうのはまず説明しますかね。この岩手県遠野市は昔から何百という昔話がもう大量に語り継がれてきた大変特殊な地域です。そしてここではカッパが出るという伝説がありましたが、別にここにしかカッパが出ないとかそういうわけでもねまたないとは思います。ただまあここがそのカッパの住む典型的な風景なのだそうです。カッパというのはこの川の中に住んでいて、川に近づいてきた人を川から現れて足などを掴んで川の中に引きずり込み、そしてまたこれも末恐ろしいことにですね、こう下からこう手を突っ込んでですね、あの内臓をこうあの引きずり出す、なんかシリコ玉を抜くみたいなことを言うらしいんですけども、あのそういう妖怪というか、まあ妖怪でいいじゃないですか、あのそういうことをするあの恐ろしい生き物だったんですね。それがあの遠野駅前とかに飾ってあるあの赤いカッパ、ああいうところに木彫りのあるやつ、そんなものをあの市のマスコットキャラクターするとなんたることだということですが、あのカッパのお話というのはですね、あのちゃんとあのスタイルがありまして、そのカッパが ある日、川からこう馬がちょうどいたところ、こう馬をですねうわーっとこう引きずり込もうとしたら、あの馬の方が力が強かったらかなんだか、あの確かそうだったと思うんですけど、あの馬の方があのカッパをこう持ってっちゃっただからですね、あのカッパの方が人間に捕まるということになりました。そしてみんなあのカッパはぶっ壊そう、こんなやつはもう殺してしまえというふうに話がまとまりつつあったのですが、あのカッパがごめんなさいごめんなさいごめんなさいというふうにですね謝り続けて、ついに許してもらうことになりました。いやよくそれ許してもらえるなと思うんですが、そしてそれからはカッパは、確か子供たちとか、ね、あの家族とか、まあ、そういう人 の, あの守り神として、活躍するようになり、また祀られるような存在にもなったのだということです。でカッパの好物は球技、とりわけよく曲がったものが良いとされていまして、まあ、これもねあのお供えがされて、まあ、これ多分あの守り神としてのあのカッパに対する、まあこう信仰とか崇敬とかそういうもんですね。あなんかこんな感じですごいな、なんか前よりもどんどん豪華になってんな、あのこういう風なねあのカッパ像なんなんのこんなこんなになったか、ああ随分変わってます。あのうちの家族もこれ見て多分ねあの喜んでると思いますけども、一方でこちらにはこんなのが書いてます。カッパさんに引き込まれないように、特に美男美女の方注意と書いてあるわけですけども、あのカッパがやっぱりこうこの中でねこうあの引きずり込まないように注意してください。でこれがあのおそらく遠野の、昔から語り継がれているカッパの話の、まあ、神髄だと思うんですが、まあ、要するに川に行ったらば注意しろということなんですね。
あの小学1年生の時に遠野に来てですね、おばあちゃんたちが何してんのってね、まあ、私もこの辺にある木の枝みたいなのをこうぶら下げて、あのここに今ねこう釣り竿がありますけども、今なんかもうついに貸し出し用の釣り竿までできたようですが、まあ、当時はそんなもんなかったんで、あの自前の釣り竿にですねキュウリを祝いつけて、それであのこう水の中にねこう垂らすみたいなことをやってたんですよ。これ勝手に使ってるんでしょ多分、今のこんなまである。で、あのそしたらね、そういうことをやってたらば、あの話しかけてきたおばさんがいてね、いやカッパ釣ってんですよと小学1年生ながらに言うわけですよ。でしたらね、そのおばさんも2人組だったんですが、カッパって何とかいう話をして、あのその2人同士の耳打ち話でね、いやいやあれはあの本当にはいない、あーみたいな、あこの子はカッパ信じてるんだ、カッパが釣れるかなと思って、これね釣ってんだ可愛いわね。あのね小学1年生にもね、あのはっきり言いますけど、あのカッパなんかねいないってことはよく分かってるんですよ。でもお前こういうとこまで来て、あの観光客でね、しかもまあカッパのことも勉強しないで来たのかとも思いましたけども、そのね、まあ、カッパのことを別に信仰してるわけじゃない、信じてるわけじゃないけど、でもこの雰囲気を楽しもうと思ってカッパ釣りという状況を楽しんで、その観光客の目の前でお前たちはなんと無粋なことだとね、小学1年生ながらにね思いましたけど、まあ、今だったらなんか言ってやったかもしれない、いや言わないだろうな、もうちょっとねそういうこと、あの観光地とかね、あの楽しんでる人の目の前で言わない方がいいと思いますよ。なんだろうなと思うんですけども、ちょっとね話がずれちゃいましたね。そのカッパがいないのはまあ私もいないと思いますけども、あの川の近くに行ったらば気をつけなければならないということは、これはねあのやはり間違いないことだと思います。ちょっとここがあの滑るんでね、あの教訓を生かして、あのカッパの話をこういうわけですけども、まあ大体なんかこう人にあの伝えるあの、ね、目的があるわけですよ。でまあおそらくは水難事故に気をつけましょうとか、まあ単純に滑って川の中に落ちないようにとか、そういうのをね子供たちに分かりやすく伝えるという目的でおそらくは作られた話なのではないかと思われます。遠野の三大話というのがありまして、このカッパ、お白様、それから座敷わらし、座敷わらしについては簡単にご説明しますが、あの家の中のですね環境をよく保っておき、家の中を、みんな円満にしておけば、座敷わらしはそこに、住み着き、その家をまあ、儲けさせてくれる。しかし一方でその家の、雰囲気とかが悪くなっていったりすると、座敷わらしはその家を離れ、その後その家は滅亡へ向かう、一度離れてしまうともうおしまい、まあ、そういうね、妖怪というか妖精みたいな話もあります。でそれからまあもう一箇所ですね、皆さんにお伝えしておくべきなのは、このかっぱ寿司からさ、あのかっぱ寿司じゃないかっぱ寿司からちょっと移動したところ、さっきの伝承園の中に、ね、展示されておりますけれども、お白様、それがまた遠野の名物です。あと10分ほどで伝承園も始まるようです。この釣り竿ですけれども、遠野市ではカッパの捕獲に対して懸賞金を出しておりまして、本物のカッパを生け捕りにした場合、頭の、ね、皿が割れたりすると良くないし、また殺さずに生け捕りにしなければいけないんですが、持ってきた場合は1000万円を交付されるということになっています。まあ、だからね、ここにこうカッパが出てきたら、明日から の旅費はすごく豪華なものになるわけですけど、まあ、1000万円をこう生け捕りにするよりも前に多分向こうにこう引き込まれるでしょうね。で私がこうズブズブズと行っちゃえば、あらもうおしまいということになります。まあいたら YouTube にアップしとくぐらいがいいんじゃないですか。それで1000万ぐらいならなんか回収できるような気がするわ。またカッパプチまでのアクセスの途中通ることになる条件寺の境内には、こんなカッパ狛犬というのが2つ置いてあります。これなんですけど、ここに置いたら遊園があるそうでして、何でも、もうカッパが改心してですね、守り神として活躍するようになってから、でこの条件寺でなんかぼや騒ぎがあった、その時に、まあ、そのカッパの命の源である、このお皿の中の水、その貴重な水をですね、お寺の火を消すために使ってくれたのだそうです。まあ、そのお礼としてここに立ってるらしいですよ。伝承園とカッパ淵の間の距離、まあ、300メートルぐらいかな、すごい近いんですけども、その途中、もうね、この時期は完全に終わってるようですが、夏は確かやってんじゃないかな。この農地はホップを栽培しています。なんかね、ビールを作るにあたって、ホップというのはなくてはならないものなんだそうで、なんか香り付けかなんかに使うんだったかな。非常に重要なものなんですけれども、この遠野はホップの名産地であり、まあ、このようにですね、今では看板も出ていますが、キリンの一番搾りなどに使われているようです。今日からね、消費増税による入園料金が改定、320円が330円になっていました。で、受付の人がね、320円で、330円です、言い直されまして、私もですね、おそらくこの伝承園増税後初めての330円を支払った客になったんじゃないかなと、まあ、そんなどうでもいいですかね。そんなにものすごく広いところではありませんが、見応えはかなりあります。
昔の伝統的な、岩手県遠野市周辺にある、建物とかね、その文化を、そのまま残そうという目的で、つまり伝承する目的で、ある施設というわけですが、ここにありますのは重要文化財、国の重要文化財ですからね、価値がありますよ。旧菊池家と呼ばれるもので、通称曲がり屋です。岩手県旧南部藩の家ではこういうものが非常に多かったんですが、上はかやぶきでして、下はですね、曲がっているこの部分、これ何なのかというと馬屋です。ここで馬を飼っておりました。入ると土間があって、その右手こちら、ここが馬屋で、こっちは人間の住むところ、これ靴脱いで上がるわけですが、人間と馬が随分距離近く同居しているのが特徴です。そしてまたこのお家にはお白堂というのが併設をされています。これが先ほどご紹介したお白様と、いうわけなんですけども、お白様とはそもそも何かと、これまた昔話ですが、ちょっとねここに写真が飾ってありますけども、本来はこれを地元の言葉で遠野風の昔話として語り聞かせてもらうんだと思いますが、今回はこのような解説版を使って皆さんにお伝えします。ぜひね、本物は遠野市内至る所で聞くことができますけれども、来て聞いてみてください。貧しき百姓、これはね、貧しい百姓だったり、それから豊かな庄屋さんの家であったり、いろいろと説があるらしいんですが、奥さんは亡くして、きれいな娘さんがいたところが、家に住んでいた、さっきの馬屋の馬とですね、その娘さんが、お互いに惚れ合って、そして、ついに夫婦になってしまったということで、お父さんがこれを知り激怒、馬は連れ去られ、そして、桑の木に吊り下げられて殺されてしまったというわけです。で、娘さんはそれを聞いて、それを見て、ものすごくショックを受け、天に登っていく馬と一緒に、また自分も天に登ってしまったそうです。結局お父さんは泣き続けるしかありませんでした。そして娘と、それから殺してしまった馬の形見として、このような木で彫った人形を作り、これをお白様として祀りました。これが始まり。馬の神様とか、それから確か蚕、養蚕の神様とか、そういうのもあったんじゃないかな。ここでは実に1000体ものお白様が展示をされていますが、こんなにずらーっとやったのかどうかはちょっと私は知らないんですが、結構ですね、その家の神棚みたいな感じで、お白様を祀っているお家というのが、伝統的に多かったのだそうです。でここではこのようにきれいにですね、切り込みを入れて、確か100円かなんか払うんで、100円ですね、それでマジックで願い事を書いて上からかぶせるということをします。私のやつもどっかにまだあんのかな、でもないだろうな、ものすごい量ですからね。よし、私もやりましょう。久々に何色にすっか、これですか。日本一周でいつも矢印赤で作ってますからね、日本一周のカラーみたいな気がする。昔ね、金持ちになりたいってここに書いてかぶせた記憶あるんですけど、おかげさまでなりましたんで、今度はどうすっか、売上1億円とか書いとくか。スーツ一応書いとくか。もうちょっと日付も今日は令和元年の10月1日、できました。あ、こっちは災害復興平穏な日々がとか書いてあるのに、自分のことを考えてもいいでしょう。私は一応男なんで、男側となるですね、馬にかぶせとこうかな。別に願い事なんですからね、自分の強欲なことを願って私はいいと思いますよ。またこのような家では多くの場合、養蚕が営まれます。お白様の馬が殺されるときに使われたのも庭に生えていた桑の木でしたよね。つまりやはり養蚕が身近であるということもそこに現れているのです。馬が身近であるということも現れているし、結構遠野の文化を表している面白い話だと思います。この遠野伝承園でも、毎年、特に冬の時期が多いような気がしますけどね、ぐるぐるぐると糸を取ってる人の姿を見ますが、通年やっているようです。またこの曲がり屋の裏側、ここのね、もう一つこれも価値のあるところだなと思うんですが、工芸館というのがありまして、中で、なんていうのかな、かやとか藁みたいなので作った細工のものを売ってるんですが、
これが冬の時期になるとね、上からずらずらずらーとこうつららが降りてきて、で中はねストーブでもってバンバン温められていて、で中でおばあちゃんがこうなんか植物を編んでるんですよ。すごいいい雰囲気なんでね、ぜひ冬の時期もおすすめです。もちろん夏も景色が綺麗です。秋も素晴らしい。どこだったか忘れましたけどね、上皇上皇后両陛下がおいでになった時のスリッパとかも、ね、ありがたそうに飾ってあって、ガラスケースに、あれも面白かったですね。さて時間がそんなにないのですが、まだもうちょっと多分食事どころが空いているはずなので、ここの名物をいくつか食べていきたいと思います。まあ一つかな。いや本当はね行ってきたんですけども、私はあそこの食堂で売ってる鶏卵とかね、ひっつみとかそういうのが大好きなんですが、残念ながらまだ朝が早すぎましてね、11時から食堂やるんだそうです。だからまだ本格的なものは売ってなかったんですが、ちょっとね買うことができました。まず一つこれ、分かりますかね、味噌の焼きおにぎりですけどね、このラップを通してもいい匂いが漂ってくるし、まあ、朝一番に行ったもんですからもう作りたてですよ。もうポカポカなやつ、ね、いいね。またこちらにあるのは本物の水車ですけども、向こうからこう水がこっちへこう落ちてくるじゃないですか、こうね。でそれがこう水車のこうペダルみたいな、これをぐるぐる回すわけですよ。でその水力の回転のエネルギーをね、またこれにこううまくこうリンクさせて、で、上を見ると分かりますけども、これがですね、まあ、今はリンクさせてないので動いてもいませんが、まあ、これがこうドスーンドスーンドスーンボコボコボコとこうやるわけですね。で自動でこうついてくれるんで、まあ、お米の脱穀とかね、そういうの、殻をこうもみを取るのに使いましょうということで、まあ、大体そんな感じですか。で、まあ、残念ながら時間なのでもう出てきましたけどね、最後お土産を鶏卵食べられなかったんで代わりに買ってきました。明けガラス、まあ、遠野のお土産っつったらねこれですね、まあ、自分で食べるやつですが、これ400円、軽減税率の対象ですね。だからね値段は変わらないそうです。レシート見てください。これ明けガラスと書いてあるところの前にね米印売ってありますけども、これで米印は軽減税率対象商品。店の方もね、いやもうわけわかんないお国の人もねみたいなことねおっしゃってました。あ、これ大変だよ確かに。ちなみに伝承園では私が初めての軽減税率での購入客となったようでした。ちょっとなんか嬉しいですね。遠野駅に戻ってきました。この駅は緑の窓口も営業、見ると急行券寝台券という表記もあります。これから乗る快速列車はめより号はもともとは急行列車、特別な料金を取る早い列車でした。スピードはほとんどそのままに快速列車、料金は不要になりました。また昔この快速浜百合号の終点の駅盛岡からは上野駅の寝台特急白鶴というのが23時45分発だったと思いますが出ておりまして、結構それもね重要な列車だったようですけれど、多分その分の切符も昔は売ってたんでしょうね。これから乗る快速列車浜百合1号はもともと宮古行きとして運行していました。宮、古いと書く宮古ですが、この釜石線からの接続で釜石、大船と宮古方面と書いてありました。現在はその宮古まで JR はつながっていません。東日本大震災の津波によって線路が流されてしまい、そして JR 線としてはそのまま廃線になったのです。私が小学生中学生ぐらいに乗ってた時はまだ JR の路線でした。しかしその後岩手県と半分出身の第三セクター三陸鉄道線としてまた復活を遂げたのでした。本日はその路線にももちろん乗る予定です。やってきた快速列車浜百合号、もともとは急行列車でして3両も連結し、また指定席をつないだ車両、この辺りではかなり豪華な部類の列車です。隣に止まっている列車と顔が似ていますが、床の下の部分がちょっと違うのが分かりますでしょうか。また座席も随分豪華です。前からよく言ってることなんですけどね、あんまりねちんたら列車に走られると乗ってる気分にならないんでつまんないんですよ。こういう速い列車に乗ってローカル線をバンバン飛ばしていくってのは一番爽快です。景色もいいし。さっき遠野で買った明けガラスというお菓子ですけれども、こういうやつです。この松田の明けガラスというやつの他にも種類があるんですが、ごまみたいなやつとそれからね、くるみをこう混ぜ込んだ、外側はふにゃふにゃ、中はもちっとした、不思議な食感のお菓子。列車今何度も何度も警笛を鳴らしてトンネルをくぐり続けていますが、次に通過するこの小佐野駅から先、釜石線は大変面白い区間となります。もともと釜石線は戦前ここまでしか開通していなかったようです。
そして次の陸中大橋駅から先、また海沿いの釜石まで線路は伸びていました。つまりこの小佐野駅と陸中大橋駅の一区間のみ間はつながっていなかったのです。その間には千人峠というご覧のような大変険しい山があり、あまりにも高低差が大きいので鉄道を通すことができなかったのです。そのため国鉄の歴史で唯一のロープウェイの運行をここの区間でしたそうです。また昔は人々が歩いて次の駅まで移動、そしてまたそこから鉄道に乗り換えるということもやっていたんだそうです。この雷荘を出るとまっすぐな区間になります。これは要するにずっと長いトンネル、これはお金をかけて掘ったわけですが、それで山をぶち抜いてしまったということですが、しかし高低差の問題がまだ残っています。これからこの遥か下の方まで降りていくわけですが、あまりにも急に降りることはできないし、またあまりにも急に登るということもできません。そのため非常に不思議な線路の形、もう地図でも皆さんご覧いただいているはずですが、この先列車は左にカーブをした後、鉄道版のヘアピンカーブを描くということになっています。左に大きくカーブをして陸中大橋駅を過ぎ、そしてまたゆっくり戻ってくる、距離を稼ぎながら下に降りる、これはこの度で皆さんにご紹介しました上越線のループトンネル、まあトンネルじゃないかな、土合駅の回でね、谷川岳の回でご紹介しているはずですけれども、土合駅と指添駅の間にあるループ線と同じ構造です。トンネルを抜けてしばらくすると右側に視界が開けるはずです。この谷の下まで鉄道で降りなければいけません。高低差は実に300メートル、それをわずか4キロの距離で下らなければいけないのです。これは無理なので無理やり線路を縦に伸ばしてヘアピンカーブとすることになりました。さて、じゃあそろそろ見えますからね、この右下です。この線路、これからこの列車が走っていくその線路そのものです。列車はこれからぐるりと大きく右にカーブをします。これから走っていく自分の線路がこのように逆方向に走って見えるというのは随分不思議な光景です。そしてこれから列車が通過する陸中大橋駅も見えます。この陸中大橋は昔ここまで石炭、失礼、釜石で採れた鉄鉱石を持ってきて、そしてまた先ほどの神アリスまでロープウェイで連絡をするという役割を持っていましたので、駅も他に比べれば随分大きいし、またこのような鉄鉱石を積んでおくためのホッパー、貯炭庫というものがあります。貯炭庫ではないか、これも昔建てられたものかな、今も何かに使ってるようですね。列車は陸中大橋駅を通過するという予定でしたが、この路線は単線につき対向列車との待ち合わせのため一旦停車をするようです。あの列車はこれからこの千人峠越えに挑むことになります。これを見るとどこかにあるはずなんだけど、さっきここまでやってきた線路もあるんですけどね。陸中大橋駅の前は昔相当大きな鉱山住宅などがあり、多数の人が住んでいたようですが、現在は正直言って見る影もなくなりました。ただそれなりにまだまとまった数の人が住んではいるようです。この陸中大橋は鉄道においてかつて釜石の玄関でありましたし、実際にこれより岩手県釜石市に入っています。見ますとこの赤い鉄橋、これさっきこの私の列車が通ったところ、さっき通っていたのはこの谷の上、今下まで降りてきました。反対の列車も今同じ方向にあの山の上まで登って頑張っているはずです。日鉄釜石工場の煙はいつも頼もしいですが、今日はなんかいつもよりも増して吹き上げているような気がするな。風が強いからでしょうかね。そんなに強くないと思うけどな。ここの町が製鉄で賑わっている町だということがよくわかります。今はラグビーワールドカップの開催地でもあり、数日前にも大会の開催地となったところです。これが三陸鉄道の車両、目的地の久慈、これは最終目的地ですが、そこまでの運賃は3000円となかなかの値段がします。でも仕方ありません、お金がかかりますからね、鉄道の運行っていうのは。利用者はたっぷりお金を払わなければ誰が運行費を持つんでしょうか。これ前乗りだった、ワンマンか。この三陸鉄道線はまず陸の孤島と呼ばれていた岩手県東部三陸海岸沿線に縦につながる鉄道を通そうという運動、それをきっかけにして起こりました。それは国鉄の手によって完成させられる予定でしたが、その完成までほんのあと一歩というところで、いや、やっぱこんなローカル線はいらないだろう、廃止にしてしまえということで、それの廃線が決定。
いやちょっとそれはさすがになんとかならないのかということで、第三セクター企業として発足し、三陸鉄道線としてその完成できなかった区間を自力で完成させ、しばらくの間は黒字で営業するというなかなかすごいことをやっていたのです。しかし東日本大震災をきっかけにその沿線は随分大きく変わり、まず鉄道線はほとんど全てが運行不能になりました。で、直せるところについては直し、先に三陸鉄道線は全線復旧したのですが、 JR 東日本としては営利企業ですから、まあ、やっぱりちょっと復旧させるわけには、やっぱりもうお金もかかるし、こんなお客さんの乗らないところ復旧させてどうすんの、やっぱり、見放される、まあ仕方のないことですけれどもということになりましたので、じゃあ今度また JR 東日本が手放した区間も新しく三陸鉄道線として運行しよう、管理の元が変わりました。今私が乗っているこの路線、私が乗るのは最後に乗ったのは2010年ですから、これで9年ぶりということになりますが、9年前の夏に宮古に行ってですね、浄土ヶ浜にあのイソギンチャクを取りに遊びに行ったのが最後ですけれども、その時は JR 東日本だった当時の山田線、現在は三陸鉄道リアス線として営業しています。この区間が三陸鉄道線として復旧、新たに運行を開始したのはまだ6ヶ月足らず、まあ、6ヶ月ちょっと過ぎたかな、それぐらいのことです。これをもってまた三陸縦貫鉄道は復旧することになりました。全て乗ると相当のお金がかかりますが、しかし素晴らしい景色、沿線にも訪れるべき良い名所、鉄道会社も沿線の観光客を誘致するために様々な施策を打っていますので、まあ値段は高いけどね、そんなに悪いところじゃないと思いますよ。さて、これより海沿いの区間、震災を機に車窓もそれなりには変わったのではないかなという気はしますが、この海が見えそうで木に遮られて見えない感じとか、印象は当時とあまり変わりません。ただ津波の浸水区間がここまで来ているのだというのが、それはね、よくわかりましたよ。これさっきね、遠野の伝承園で買ったんですけど、桑のケーキだそうです。気分はお蚕、ちょっとかじってみましたが、ね、思ったより美味しい。列車の中には多くの観光客がいて、ラグビーワールドカップの会場に、ああ、あれがそうなのと声を上げています。しかし案内の人も周りの人もみんなこの列車のことを電車と呼んでいます。これは電車ではありません、電気で走ってないからね。でも電車と呼んでいる人が多く乗っている、これは素晴らしいことです。なぜかというと、こういう路線には大体鉄道マニアとか集まるんですけれども、普通の沿線にお金を落とすような観光客はほとんど乗らない場合が多いのですが、列車と電車と区別することもできないような一般の観光客がたくさん乗ってきているということは、これは地元にも大きくお金が落ちているというわけで、効果が上がっているように感じます。前はもちろんこういう景色は見ることができませんでした。未来へトライと書いてあるこれは巨大な防潮堤、多少大きな津波が来てもこれなら大丈夫そうです。まあでも避難をするということは忘れてはいけないんでしょうけれど、ここは大槌町大槌駅、あまりうまく言えませんが、大槌もまた震災の時はかなり津波の報道が多かったところです。ここも巨大な堤防などができていますが、ね、乗っていて思うのは前に見えた海がもうほとんど見えなくなりましたね。車窓に海がありません。別に海が見えなくてもね、安全である方がまあ大事なのかなとは思うんですけども、安全は全てに優先するってあそこにこう書いてありますね。あれは工事の関係だと思いますが、本当に海が見えなくなったな。はあ、随分変わったね。昨日投稿が1時間遅れましたので、今予算の確認をしますと、やった7万回ということは、今日は久々の予算9000円です。何日ぶりかな。しかし並田海岸駅周辺など海が大きく見えるところはそんなにやっぱり景色は変わってないようですね。山の線の景色ってどんな感じの見方をするんですか。列車まもなく終点の宮古に着きますが、確かにあそこにはね、いろいろなんか物産センターみたいなのがあったんですけど、あの古い建物何だったか忘れましたか、あれのかなり上の方まで津波が来たとか、なんかそんな話を聞きましたね。この辺もひどくて7メートル、8メートル、10メートル行ったのかな、それぐらいですよ。着いた宮古駅は JR 山田線が分岐をする駅です。もともとはね、釜石から全部山田線だったんですが、まあもうその話はいいでしょうか。これあれですね、石粒ってなんでかなと思ったら、岩手県だから岩に手が生えてるんで、で石粒って、なるほどね。他にも岩タイプのポケモンがずらずら並んでおります。
岩手県を応援するためのラッピング、多分こういうの著作権料は取ってないでしょうね。岩手県をあの活気づけるための、まあ、復興応援のための、ゲームフリークからの、まあ、プレゼントということです。本州で一番東にある町宮古、この宮古には海の景勝地、素晴らしいところがあります。有名な浄土ヶ浜、これです。今回はですね、浄土ヶ浜にはあの行かないことにしました。行こうかどうしようか迷ったんですが、あのここよりも綺麗なところに行こうと思います。あのこの場所は皆さんもご存知かと思いますが、あの YouTuberVS 鳥とか言ってですね、私があのふざけて撮った動画で、あの海猫に大量のエビセンをあげる動画があるんですけども、あの動画ね、浄土ヶ浜で撮ったんですよ。確かね、震災から7年目の年に、あのその日3月11日ちょうどそんな日でね、よし今日は震災の日だから、じゃあ暇らしい、あの岩手行こうと思って、ね、あの行った時がありましたけども、あその時ですね、あの浄土ヶ浜はあの綺麗な景色で、鳥に餌をやるのが楽しく、青い洞窟に入るのも面白いところで、またあの岩手県立水産科学館という地味な施設ありますけどね、めちゃくちゃ面白いんでおすすめです。あとはね、宮古駅前のこのジャノメ本店って書いてあるこの寿司屋、ここ美味しいですよ。今なんか10月1日はなんか臨時休業なのかなんか分かりませんが、あ多分あれだな、増税の関係で多分お休みなんでしょうけどね、ということになってますね。行けますし、あのまたね、あの美味しいんですけど、あのめちゃくちゃにちょっと高いんでね、あのそう気軽にはあのここでは食べられないんですが、まあ、あの一応ご紹介だけしておきます。あれ私もよく分かってなかったんですけど、この宮古は結構ラーメンが有名なんだそうで、あのさっぱりした感じのね、透明な、白いおつゆのラーメン、いろんなところに売ってるそうでした。でこの駅でも売ってまして、宮古ラーメン490円、まあ駅の売ってるものにしては高いですが、ラーメンとしては安い方ですかね、それに80円でメカブをトッピングしました。山がすぐ海になだれ込むリアス式海岸、複雑な湾で栄養も豊富、海藻の育ちもいいようです。おばあちゃんが大量に乗ったんですけど、おばあちゃんたちはみんなね、前方の車両に乗ってて、後ろの車両にはもう一人ぐらいしか乗ってない。これ前にも乗りましたけど、結構豪華な感じの内装です。装飾が違うだけでね、あの実際座席の仕様自体は多分そんなには変わってないんですけども、これもね、あの寄贈のもの、日本宝くじ協会、それからあとは外国からもらった車両も結構あります。これですね、あのワールドカップの広告がついているこの車両ですが、カタールじゃなかったかな、クウェートか、そうだ、あのクウェートからね、こういうふうにこう寄付があって、それであのこう車両をあのプレゼントしてくださった、そういうのもね結構あったんですよ。これもそうですね、クウェートからのご支援に感謝します、こういうふうにこう読めない文字で書いてある。三陸鉄道は結構ね、あの新しい車両をもらうという機会に恵まれた鉄道会社であって、まあ、その分津波であの被災したりとかして、その分は大変なんですが、あのこの車両は確か新規製造したものですけど、他にね、昔あの横浜のイベントで使ってた鉄道車両走ってたのもあったんですが、それも今確かないんだよな。その車両はね、あのこの間横浜で北朝鮮の不審船が展示されている海上保安資料館に来ましたけど、そこまでのアクセスの道、汽車道を走ってたんですよ。よいしょ。イベント車両としても使える内装になってたね。こんなスピーカーとか、あの秋田内陸線でも散々お世話になりましたけど、ああいう感じの仕様ですね。座席番号が振ってあって、ここにはテレビもついています。ボックスシートもこうゆったりして、普通のね、国鉄のボックスシートよりもちょっと広い仕様なんですよね。でテーブル、これはあのこの車両だけの特別仕様だと思いますが、これいいですね。これ昨日ね、あんま寝てなくてめちゃくちゃ眠いんですけど、前乗った時もそうだ、これにね、こうやって寝たの思い出しましたね。今日は景色がいいからな、生きてました。盛岡より到着した JR 東日本山田線、山田線の快速列車はリアス号と1日に1本だか2本だかわずかな本数ありますが、これでも2時間かかります。また浜より号のように快適な座席にはなっていません。新幹線から乗り換えて、根性のあるお客さんは三陸の北部北山崎周辺を目指します。昔ねこのホームから出てたんですけど、今は JR の駅から三陸鉄道が出るようになったんですよね。不思議だ。トンネルに入ると特に雰囲気が良くなりますね。これはいいぞ。三陸鉄道は厳しい環境の中を走っていますが、しかし路線としては割と新しく、新技術でもって作られましたので、列車は山を貫きながら高速で立地の良いところを走ります。今到着する太郎は津波で、またここももちろん大きな被害を受けたところですが、もともと抜群のスーパー堤防のような
スーパー堤防ではないけれども、防潮堤がありました。その素晴らしい防潮堤があるので大丈夫だろうと避難をしなかった方もどうもいたらしいのですが、その素晴らしい防潮堤すら魔の大津波にはかなわなかったそうです。今やそれよりもはるかに大きなものがまた新しく立ち始めています。これはいろんなところで起こっていることです。岩泉尾本駅はもともと尾本という名前の駅でしたが、この近くにある岩泉町へのバスでの玄関駅にもなっていることから岩泉の名前がついています。この岩泉町はもうこれもまた8年ぐらい前ですかね、もっと言えば十何年か前なんですが、岩泉線という鉄道が茂市駅というところから山田線より分岐していたんですが、台風で線路が壊れてしまって、それからもう復旧させなくていいんじゃないかということで、ついに2010何年中に廃線ということになりました。正式にバスの代行輸送もなくなりました。ローカル線って結構そういうパターンが多いんですよね。でね、私が初めて岩泉に行った時にはまだ岩泉線は確か走ってたんですが、本数が少なくてね、あんまりにも少なくても乗れないみたいな感じ、そういうところなんですが、しかしですね、この岩泉町には素晴らしいものがありまして、それが龍泉堂です。早速エレベーターにこんなポスター、すごいですよね。この周辺の海の景色も立派です。ブルートレイン日本海号の車両も保存してあります。川を遡って結構行くようですね。龍泉堂までバスの運賃を調べたら600円ということでした。往復で1200円プラス洞窟の入道料金が1000円かかります。今日はね、予算9000円と多めの日ですけれども、しかしいろんなことでもうバンバン遠慮なく使ってますんで、まあ多少赤字になってももう旅も大詰めですしいいかなと思ってしまってはいるんですけれども、それでもねちょっとやっぱりちょっと怖いと言いますか、あと何日間かラストスパート大丈夫でしょうか。おりまして、ここが龍泉堂です。バスね、毎回龍泉堂に来るわけじゃないです。なんか来ない時間帯もあるとかめんどくさいんですが、まあ、ともかく、これが龍泉堂から出てきている水と思われますが、見てくださいこの透明度素晴らしい。これすごい昔、何万年とか何千年だか何百年だか忘れましたが、降った雨水が、地下の腐葉土の中を通してこの地上に洞窟を介して湧き出てくるというもので、その間にろ過をされてきれいになるんだそうです。あら、よく見てみるとなんかお魚がたくさんいますね。白川のんぬんかんぬん、あまりに清すぎて元の田沼の濁り懐かしみたいな、そんなね歌ありますけど、川柳もうちょっと汚い方が住みやすいんじゃないのかなと勝手なことは思いますが、ともかく濃いですね、この水の出方。苔の中からこう湧いてくる、この感じがすでに素晴らしい。コインロッカーね、返却式だったら使おうと思ったんですけど、残念ながら、まあ、100円ですよ、お金かかるぞなんで、しょって持ってっちゃおうと思います。それからね、ネット上に割引券みたいなクーポンがあって、120円ぐらい安くなるんですが、ただかそれは事前に印刷をしないとダメらしいんですね。聞いたんだけど、そうだったんですよ。だからしょうがない、これは1000円払うしかないですね。でも素晴らしいところですよ。今回もし高知県でお金に余裕があれば、日本三大鍾乳洞の中の一つ龍河洞を土佐山田駅で見て見学したいと思っていました。そしてまたこのチャンネルでは2度、まあ、今回の日本一周で紹介してませんけれどもご紹介しております秋吉洞も日本三大鍾乳洞の中の一つ、そして残る一つがこの龍泉洞となっています。気温はおよそ11度、まあ、ちょっと寒いですけれど、これから先北海道に行くということも考えればいい予行練習と思ってですね、私は上着は借りませんでしたが、無料でのジャンパーの貸し出しもあります。早速見ていただいて、いやすごい美しさだなと思いますが、龍泉洞の売りはこの透明な水です。鍾乳洞といえばね、大体の場合はこういう岩のゴツゴツした感じとか上から伸びる不思議な形をした鍾乳石を楽しむものですが、龍泉洞にもそういう面白い景色がありますけれども、ここはそれよりもこの非常に透明な水、地底湖、これが見るべきポイントとなっています。ここの照明はオレンジ色ですが、水はこのように非常に青く澄んでいます。そして一体地下どれぐらいまで続くのか、ちょっと怖くなるような地底湖です。こちらはおなじみ鍾乳石、上からつららのように伸びてきています。三大鍾乳洞の中で
おそらく個人的にはこの龍泉洞が一番アクセスが悪いのではないかと思いますが、それでも全国から観光客を集めてやめません。中も複雑な形で結構広くなっています。まずはこちら大吉帝庫、コンクリートで舗装されているとはいえ濡れていますので、気をつけて降りないとかなり痛い思いをします。おお、すごいすごい、これそこまで見えんの、すごいね。初めて来たんじゃないんですよ私、ここに来たのはね2回目ですけど、10年ぶり、11年ぶりぐらいではありますが、いや2回来て感動できる場所というのはそうそうはありませんよ。第一地底湖の深さは35メートルほどだそうです。中に落ちてるなんかゴミみたいなのがちゃんとこう分かるな、すごいなこれ。今度こちら第二地底湖、水深38メートル、おおすごい。なんでもこの龍泉洞が水の湧く美しい洞窟であるということは戦前から分かっていたらしいのですが、しかしここを観光するということはかなり難しく、戦後1950年代になってからはボートでまるで探検するかのようにして入り始めたのが始まりだと聞きます。初めに普通にこんな感じでですね、ちょっと頭かがめないと通過できないようなところかもありますんでね、これとかも頭つける、うわなんかこっちもこうなんかすごいことになってますよね。探検気分ですが、足元をしっかりしてくれているので、それあればまあなんとかなりますよ。はい、こちらね第三地底湖ですよ、行きますよ。はい、すごいやばいですね、こんな綺麗なところだったかな。前に来た時もね綺麗だったって印象はあるんですけど、ここまで綺麗だったかな。多分いろんな綺麗なものを私も自分の人生の中でまた今までの旅や仕事を通じて見てきまして、そしていろんな綺麗なものに触れた後でまた一段超綺麗なところに来ると、今まで見てきたものよりもっとすごいじゃないかと、他のいろんな知識を得たことによって初めてこの綺麗さを実感することができてるんでしょうね。でこの第三地底湖の水深は98メートルとなっていますが、これは98メートルまでは探検によって水深が確認されているという意味でして、実は1970年代だったかな、この水深深くまで潜水調査をするということをしました、命綱をつけて。ところが途中水かなり深く潜ったところで突如として水が濁り、4人いたグループのうち1名が突如失神をしてしまい、その方は結局途中助けようとはみんなもしたのですが、上まで引き上げるということはできず、その方をサポートしていた方も酸欠によってもう死の寸前というところまで行きましたので緊急浮上、最終的にその方は帰らぬ人となりました。そのような恐ろしい潜水事故の起こった地でもあります。で恐ろしいのはねこれですよ、地下の地図がここにね図が出てるんですけども、こういう形をしているらしいんですね、地底湖。この下は全部つながっているそうなんですが、この大きなこれよりも下がどのようになっているかはまだ全くわからないそうです。地底湖といえばね、2チャンネルの未解決事件のスレッドとかでよく見ましたけど、倉敷岡山かな、あれで深い地底湖で潜ってなんか泳いで遊んだとかわけのわからない話がありますけど、怖い話ですよね、あれね、ああいうのはリアルに怖い話だと思います。ね、沖縄の玉泉洞もそうだったんですけども、皆さんにいちいち言わなかったんですが、大体こういう洞窟とかね、炭鉱とか鉱山とかそういうのってお酒の貯蔵庫なんですね。よいしょ、こんな感じのですね険しい上り階段をずっと行くわけですが、もし足腰に自信がないならばこの道を引き返せばいい、これに行かなければいいというだけのことなんですけども、後ろに重いリュックサックを背負ってるからな、ゆっくりひっくり返ると死にますよ下手すると。これめちゃくちゃ怖いですよ本当、登ってくるのが、まあ、スリル体験みたいなのになりますけども、よいしょ、これからまたさらにこうだし、下もこう透けて見えるわけですよ、綺麗だなすごく。よし登ろう、さっきからずっとね垂直な縦の移動が続いてるんですけど、つまりそれだけ龍泉洞は全体的に縦長で、湖地底湖の形もだいたいこんな感じだってことですよね。いえ、ちょっとしばらく早回しで皆さんにご覧いただきましょうか。ここまでの道のりの方が険しかったかもしれないけど、
いや、第一展望台までの道のりの険しいことといったら、しかしその代わり下は見事です。まさか自分がこんな上の方まで登って戻ってくることになるとはね。私ね、前にこの龍泉洞に来た時にこんな素晴らしい景色があるのあんま何とも思わなかったみたいでね、あの写真フォルダにはなんか電車の写真とかしか撮ってないんですよね。当時も観光には興味あったんだけどな。よし、最初のところに戻ってきました。なんか随分色が変わりましたね、今ね。カメラの設定とかによって変わるのかな。いやー、綺麗なところだったし、2200円もかかっちゃうよとか言ってたのがね、なんかバカバカしかった。いやー、それだけお金かけて遠い道をはるばる来る価値がこの場所にはありますよ。大手を振って帰ろう。さて、上がってきましてですね、ここにあの飲料水って書いてあるんですけど、これ龍泉洞の水でしょ、多分。飲んでみましょう。このまま飲んでいいんですかね。いいのかな、洗えばいいでしょ。うん、味がする。洞窟の中のカルシウム成分が溶けてるんでしょうね。美味しい水だこれね。コーヒーとか入れたりとかするんで、龍泉洞の名物として使ってますよ。もっとしっかり洗いますよね。ちょっとね、さっきのメカブラーメンだけでは足りなくてですね、お腹が減ってもうしょうがなくて、なんか肉巻きおにぎりとか食べたらいいなと思ったら、ね、480円、これは食べらんないなと思ってたんです。さっき買ったの明けガラス買ったの思い出しました。5個残ってたんですけど、全部食べます一度に。で、夜までは大丈夫でしょう。夜は八戸でせんべい汁を食べる予定ですから。それからですね、もともと龍泉洞と同じつながっていた洞窟らしいのですが、まあ、この川で2つに隔てられているとか、龍泉神洞というのもあります。でこの中には貴重な資料なども非常に多く展示されているらしいのですが、この持ち物が外に持ち出されるのを防ぐために撮影は禁止だと書いてあります。なんでまあ私はちょっと見学してきますけどね。なるほど、ちょっとね、川の下の方にこう下ってきたみたいですね。さっきこの奥にあるこの建物の脇の上のところからこう洞窟に入ったんですけども、この中はね、まあ、なんかああいう青い感じっていうんじゃなくて、まあ、水はちょっと流れてましたけどね、この下の方水が流れてて、ここにこの川のね、地下をこう水が通り抜けて、まあ、水がこう立体交差してるんですね。でそれで向こうの龍泉洞とつながってるらしいんですが、面白かったのは昔の写真でね、船でもって龍泉洞の観光してる写真とか、戦前に女の人がもんぺ来て、はしご登って龍泉洞探検してる写真とかね、そういうのありました。であと中のあれはどっちかっていうと秋吉洞みたいな珍しい地質のものがたくさんありましたよ。なんかね、歩いてて疲れるなと思ったら、リュックサックを下ろしてませんでしたね。バッカみたい、ずっと。今度はですね、帰りは龍泉洞の前までバスが来てくれない時間だったので、1キロちょっと離れたところまでね、よいしょ、歩いて行って、岩泉中学校前というところからバスに乗って戻ればいいそうなんですけど、もったいな、わざわざこれ変えたのに。こんな平らな下り坂の運ぶには公的なね、道なのに平らな下り坂ってなんだ。よいしょっと。はい、できました。あー、楽ちん、全然違う。三陸鉄道がトンネルを多く通るのは単に山を貫くのが早かったからというだけではなく、この辺りは昔から津波に襲われがちな地域であったので、そのため列車が津波から守る目的もあったんだそうです。そのため三陸鉄道線自体はそれほど津波の影響を大きく受けるということはなく、震災の直後からもうすぐ運転は再開しています。運転再開当初は無料で地域の人を乗せ運んだそうです。田野畑は北山崎の最寄りです。私も今日降りてみようと思ったんですが、思ったよりも岩泉で時間を食いまして、また八戸まで向かうにはこの田野畑など途中に寄り道をする余裕は全くないことも分かり、仕方がないのでもうこれから3時間は列車に乗りっぱなし。まさかね、
大本から、八戸まで3時間もかかるとは、そんなにかかったんですね。9時から八戸までの路線、JR 東日本八戸線に乗ります。そうそう、この路線は去年の春かな、新しい車両になったんですよね。忘れてた。亡くなる直前にね、私乗りに来たんですけど、その時の動画まだ出してないな。あの時と同じ列車だな、これ。前はね、おなじみキハ40だったんですが、キハ E130 だって。乗るの私初めてだな。でも快適そう。よしと、本当はね、沖縄戦の動画も作らなきゃいけないんですが、もうパソコンの充電がまた切れてしまいまして、しょうがないから最終回に向けて、今クレジットを作ってるところですけども、あの列車は本当長いんですよね。9時から8の辺まで、まあ、こんだけ空いててね、結構快適なんで、別に今辛そうな言い方しました。そんな辛くはないんですけど、これですね、この9時からぐるぐるぐるってきまして、今次の駅は王者駅だそうです。これ王者なんですね。どう考えても大蛇だろうと思うんですが、王者。このサメという駅にはこんなサメが来るかどうかは知りませんが、毎年ウミネコが来ておりまして、ここでですね、ウミネコの一大栄養地、繁殖地、確か株島っていったな、毎年初夏からまあ夏ぐらいにかけて見られるそうですけど、行ってみたいですね。また土曜日曜日にはリゾートウミネコ号という、観光客向けの面白い列車が走っているし、こちら東北エモーションという列車は、これはね、結構豪華なレストラン列車らしいんです。私もね、まだ乗ったことがない。乗ってみたい。前に走っていたキハ40はおなじみのこのスタイルですが、この44パチ、これはですね、ここに書いてある通り、エンジンが昔の音をずっと響かせてたり、それから、まあ、実は冷房がついてなかったんですよね。だから夏になると窓を開けて走ったりとかね、昔の雰囲気がかなり感じられたのでした。またこういう張り紙が目につきますが、リュックサックは前に抱えましょうとかね、それからあとはこっち、ワンマン列車の乗り方はこうです。こうなんか同じ女子高生の人が、ね、キャラクターとして出てますけども、まあ、これ別に男性か女性か関係ないんですが、やっぱりこういう列車はね、基本的に高校生ぐらいしか乗ってないんですよね。この時間も多分これから先また大量に高校生がゾロッと乗ってきて、今こんなになってますけど、多分この先混雑すると思うんですが、地方のね、ローカル線、朝晩に乗ると高校生と相乗りになっちゃって、もうものすごく混んで大変なわけです。だからそういう時間にはなるべく乗りたくない。じゃあ高校生が最難な存在なのかというと、とんでもなくて、このようなローカル線はもう高校生の通学需要で持っているようなものです。それがなくなったら廃線になるっていう路線も多いでしょうからね。だから本当に通学の高校生様々ですよ。この八戸線は何でもめちゃくちゃ景色のいい路線らしいんですが、まあ、私もね、晴れてる時とか明るい時に八戸線乗ったことがないんで、どんな景色なのか全然わかんないんですよね。いや本当にね、乗ってみたいな、乗ってみたいな前から思ってるんですが、前乗った時もキハ40がただ古いだけだったしな。この本八戸駅は私が前から一度来たかった駅です。まあ、今までね、まともに八戸市を見たことはないんですが、青森県八戸市は新幹線のやってくる八戸駅が中心ではなく、この本八戸駅を中心としています。もともとですね、八戸駅も新幹線ができるちょっと前ぐらいまでは支流地駅という名前でして、全然八戸の市街地からは離れてたんですね。結構海沿いなもんですから、新幹線を通すのも難儀したんじゃないかと思います。でこの駅でしばらくの時間があります。なおこれから北海道方面に渡るわけですが、これより先は JR に乗るということはせずですね、ここから港行きの接続バスがありますので、そのまんまもう苫小牧を目指すわけです。でそのバスが出るまで、まだあと50分あります。だからここで夕飯を食べようと思います。まあ、待ちかねた夕飯です。もうお腹が減りました。昼ご飯のラーメン本当に少なせん、まあ、さっきも言いましたね。八戸の名物といえばせんべい汁なわけですが、私はねあれを食べたことがありません。だから美味しいのかまずいのかも知らないんですけど、まずは試してみなければということで、駅の周りだと何かあるんだろう。駅から一番近いお店、この松福っていうところのようなんですけど、あるかな。まあ、なきゃないで美味しそうだな。夜も食事できますって書いてある。はい、食べました、美味しかったですよ。
パパッと食べられるっていう点がまず魅力かな。あのすごい勢いでねなくなってしまいました。あの実際には出てくるまでには時間がかかるんですね。あれはあの煮込む鍋系の料理ですから。でも、なんか主食とそれからあのいろんなものがこう一緒になってて、もく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 やってる間にあっという間にあの全部なくなりました。それからね、鶏肉があの入ってるんですけども、あのお店特有のことかもしれませんが、ちょっとねなんかバターの風味がついてね、それが意外とあのおつゆに合うんですよね。いや美味しかったな。もっと金のある時に行きたいな。あのお店美味しそうなものいろいろあったもんな。なんか八戸の名物のねあのサバとかも、ね、あれ油乗ってて美味しいんだろうなと思いましたが、ちょっと金がなくてあの食べることができませんでした。まあ、また八戸に来たらあの行くことにしましょうね。この動画はこの辺までにさせていただきまして、次は八戸港フェリーターミナルよりフェリーに乗って苫小牧、そしてその先苫小牧からまたさらに北海道一周、日本一周の最終局面、その、最初の様子なん、最終局面の最初の様子ってよくわかんないですけどね、次からは最終局面になりますんで、お楽しみによろしくお願いします。ありがとうございました。